初夏になり、野菜売り場も賑やかになってきましたね。弘前市の広路にある町の八百屋八百園では、地元の契約農家が栽培した彩り豊かな珍しい野菜をたくさん販売しています。例えばリーキという太くて甘い西洋ネギや、弘前産のタケノコ、リンゴのような食感で酸味のあるルバーブなど、ワクワクしちゃう野菜のテーマパークです。中でも今一番人気はこちらのハニーミニが旬を迎えてました、うん、ミニトマトですね。はい、そうです、そうです。蜂蜜みたいに甘くて、あの皮が残らないジューシーな、はい、人気の商品となっております。春と秋に出荷されるんですけども、その前からシーズン前からミニトマト入りましたかっていう問い合わせが結構多くて、はい、待望のシーズンインとなっております。蜂蜜みたいに甘いですって。その秘密を探るべく、同じく弘前市内の農園にお邪魔しました。こんにちは。あ、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ミニトマト専門農家の相馬隆弘さんです。30歳の相馬さんは6年前にお父さんから畑を引き継ぎ、岩木山と白神山地からの豊富な雪解け水と寒暖差の大きい地域性を生かしてミニトマトを栽培しています。こちらがハニーミニですね。ハニーミニ、今ちょうど収穫を迎えてます。今一番おいしい時期ですか。はい、赤くてツヤツヤして美味しそうですね。はい、よかったらぜひ一つ召し上がってください。中村さん、いいですか。はい、すみません、いただきます。はい、すごい。ではでは、お言葉に甘えて。うん、すごい甘い。雑味とかえぐみとか酸味が少ないから、はい、甘さをしっかり感じられるっていう、何より食感がたまらなく良くて、中のブニュブニュっとしたところが少なくて果肉感がすごいあるんですよ。他にないこの味わい、どう育てたら生まれるのでしょう。甘いミニトマトを作ろうとすると、うん、与える水の量を控えてストレスを与えるというのが一般的なんですね。ただそうなると、確かに甘くはなるんですが、皮が硬くなったり、うん、えぐみが出たりする、それが苦手という方が結構多くて、でもどうしてもやっぱりそこで相馬さんはあえてのという思いもありますので、しっかりと水を与える栽培です。私、ゆとり教育を受けてきたんですけど、はい、ゆとり教育ならぬゆとり栽培ですね。ゆとり栽培、はい、お水たっぷり与えて、お水たっぷり与えてストレスを与えない、はい、のびのびと生きてもらおうと。そして相馬さんのハウスにはあれがありません。気づいたんですけど、土ないですよね。そうですね、ね、はい、水耕栽培です。水耕栽培にすると土が原因の病害虫が発生しにくいので、農薬の量も抑えられます。さらにリンゴ栽培に用いられるハトラズ技術を応用したり、殺菌剤の代わりに納豆菌を使ったり、研究熱心な相馬さんの情熱がぎゅっと詰まっています。そんなハニーミニは加熱をするとさらに甘くなるんだそう。一押しの食べ方は、ハニーミニを、茹でて湯むきしたものをマリネすると甘さが引き立ちます。ハニーミニのマリネ、調味料はオリーブオイルと酢、塩コショウと、とてもシンプルです。まず、はい、調味料を混ぜ合わせていきます。はい、こちらですね、オリーブオイル。はい、オリーブオイルと酢は3対1の比率がおすすめです。次にトマトのヘタの反対側に切り込みを入れて、沸騰したお湯に入れ、20秒ほど茹でます。ただ大体20秒ぐらいですね。皮がめくれてきたら冷水にさらしていきます。はい、氷水にさらします。お、
皮がしっかり。すると皮がスルンと気持ちよく剥けますよ。すごいですよ。マリネ液としっかり和えたら、はい、いい感じですね。ハニーミニのマリネ完成です。フルーティーさと酢の酸味で初夏の風のような爽やかな一品に。いただきます。湯通ししたハニーミニは全然違うえそうなんです、はい、全然違いますね、はい、まず甘さのレベルが2段階ぐらいアップしてて、うん、ぐんと増しますよね。甘い。マリネしてて酸味が効いてるからこそ余計甘さが引き立つ感じもあるし、そうなんです、ね、フレッシュな食感がすっごい気持ちいい。キンキンに冷やすとスイーツ感がアップします。さらにパスタとの相性も抜群。アサリのパスタにプラスするだけで食卓を彩るごちそうに。ハニーミニは弘前の大地の恵みと相馬さんの愛情をいっぱい受けてのびのびぷっくり育っています。やっぱりあの作物生き物なので、よりそうですね、目で見て人の手でお世話してあげる。そうするとトマトも応えてくれると思ってるので、生まれ変わっても弘前で作りたいですねそうなんですね、はい、生まれ変わってもトマト農家になりたいんですね。なりますね、はい、それぐらい大好きなんですね。はい、大好きです。相馬さんが丹精込めて育てているハニーミニは甘みをしっかり蓄えやすい春と秋に出荷しています。青森県内ではご覧の店舗をはじめ、相馬さんの農園タカファームのオンラインショップでも購入することができます。青森のごちそう、ぜひ味わってみてください。